ロゴマークアートオリンピアは財団法人アートオリンピアが主催人間国宝美術館が共催する国際公募展である2015年の第1回アートオリンピア2015以降各年で開催されているただし2021年は開催されず2022年の予定となっている世界のアーティストを発掘しその活動を支援することをコンセプトとし 審査員は、国際的な美術関係者で構成、点数方式で審査し合計点で順位を決定する。過去の審査員には、第22代文化庁長官の宮田良平、画家の千住博海外からは、ガゴシアンギャラリーディレクターのキャラバンダー・ウェグラが務めた。ショーン・ケイ、司会クッキー、アンバサダーを笑いタレント、画家、 ミュージシャン、佐久間一行、アンバサダーお笑いタレントレーザーラモン HG、アンバサダーお笑いタレント岸本舞、アンバサダーお笑いタレント開催日2019年6月23日開催日2019年6月23日から2017年6月30日、日本拠点審査員千住博、画家、星名と読み、現代美術作家、東京芸術大学副学長、高橋明也、 美術史や、三菱一号館美術館初代館長、長谷川優子、キュレーター、東京都現代美術館三次、東京芸術大学大学院教授遠藤明子、画家、武蔵野美術大学名誉教授、海外拠点審査員、ブレットリットマン、ドローイングセンター館長局井佐尾行き、国立台北芸術大学、関渡る美術館館長、 同大学美術学部教授フローレンス・ドリュー、ポンピドゥ・センター・キュレーター・エーマニュエル・ルクル、リモンド氏の美術評論家、テイバヤ氏、単ンコンテンポラリー、アート創立社兼ディレクター全応募数拠点内、国数99カ国1位、ファン・ジン・ヒューム、ドローイング2位、佐藤・真美、祈り3位、森田和明、3.11アーク、失われた大地に開催日2017年6月7日、 開催日2017年6月17日から2017年6月25日、日本拠点審査員千時博、画家立、て、畑鉄、多摩美術大学学長岡部青美、キュレーター星名と読み、東京芸術大学副学長、遠藤明子、武蔵野美術大学教授、海外拠点審査員、ブレットリットマン、ドローイングセンター館長、キャラワンダーウェグ、 カゴシアンギャラリーディネクター局伊佐尾駅、国立台北芸術大学、関渡る美術館館長、同大学美術学部教授フローレンストルー、ポンピドゥーセンターキュレーターシモンジャミ、キュレーター全応募数3834点拠点内、国数82カ国1位、アルファーメイソン、ネグレクトインク2位、ペトラニムッツ、アイハード、エールモアフロムユアガールフレンズシスター3位、 中村幸太、炸裂開催日2015年6月10日、開催日2015年6月13日から2015年6月25日、東京拠点審査員、宮田良平、東京芸術大学学長立て、畑哲、多摩美術大学学長選住博、画家、秋元武氏、金沢21世紀美術館館長南、島広史、女子美術大学教授、 ニューヨーク拠点審査員、グレゴリー・アメノフ、画家、ブレット・リットマン、ドローイングセンター館長、エリック・シャイナー、アンディ・ウォーホル美術館館長、ニコラス・トゥーロン、画家キャラ・バンダーウェグ、ガゴシアン・ギャラリー・ディレクターパリ拠点審査員、ジャン・ミシェル・アルベロラ、パリ高等美術学校教授セシュル・ズブレ、ポンピドゥーセンター学芸員局伊佐尾駅、国立台北芸術大学、関渡る美術館館長、 同大学美術学部教授池村玲子、ベルリン芸術大学教授全応募数4186点拠点内、国数52カ国1位、田中忠、お帰りなさい2位、アントニオ・ファリア、レッド・フォレスト3位、ウケン、ユッシュウェンウ、サイファー・オブ・ピクシー。ありがとうございます。